総理大臣が発表すると始末に悪い言い。嘘だって言ってるんでしょ、それ。それは非常に無礼な話ですよ。嘘だって言ってるんでしょ、あなたは。言ってないです。で、俺本当だったらどうするんですか、これ。根拠教えてくださいよ。これあなた本当だったら、嘘だと言ってるんだから。総理大臣。じゃあ根拠を出したら、こんな時間を使って私に対して嘘だと言ってるというのは、極めてひどい話だと思います。いや、答弁中に、本田さんどうぞ。ですね、それは事実上私のそういうこういう話をですね、そんなことを私は嘘を言うわけないじゃないですか。当たり前ですよ。それで確認しろと言ってですね、総理もやじに答えないようにしてください。で確認しろと言っても、それ氏名は出せませんよ、いくらなんでも。まあ、ずっと今まで小川先生がおっしゃって、まるで私たちがですね、統計をいじってアベノミクスを良くしようとして、そんなことできるはずがないじゃないですか。そんなことできるはずがないんですよ。なんか答えを言っちゃってんじゃないかっていう、見てる方からコメントがありました。私や妻が関係していたということになれば、これはもう、まさに、これはもう私は総理大臣も、それはもう間違いない、総理大臣も国会議員も辞めるということは、はっきりと申し上げておきたい、全く関係ないということは、申し上げておきたいと思いますし、そもそも何かそういうことが動いているかのようなことを、その全体にお話をされるとですね、この小学校にですね、通う子どもたちもいるんですから、それは、こういうことはですね、やっぱり慎重にちゃんとやっていただきたいと、このように思います。福島君。すぐに辞めて。安らかに、ね、ね、ね。